8月20日にリリースされました黒神話悟空のスチーム版のプレイヤー数がなんと100万人を突破しました。シングル専用ゲームとしてはサイバーパンク2077を抜いてスチーム史上最高の記録になりまして、まあ、こちらがですねかなり話題となっております。でどうやらですね中国ユーザーが非常に多くてかなりの盛り上がりを見せてるみたい。でまあぶっちゃけた話、黒神話悟空今120万超えてるわけですが、ただ日本でどれだけやってるんだろう。皆さんこの黒神話悟空はやっておりますか、いかがでしょうか。ぜひコメント欄で皆さんやってるかどうか含めて、でもしやってるんであればコメント欄に感想等をよろしくお願いいたします。でまあこちらにつきましてはエルデンリングを超えているんですよね。で久しぶりの新規対策だからなっていうことが言われていたり、でなんとねこちらゲームオブザイヤー候補に急遽躍り出てきたっていう運びとなりますね。まあさすがにちょっとねあまりにも盛り上がりすぎている、売れまくっているのでちょっとビビっておりますが、さすがにちょっとこれ黒船すぎないか。まあ以前からですねかなり期待されていた作品ではあったんですが、まあ、想定外ではあるような、こんなに売れるんだっていう、まあ、ある程度売れるとは思っていたんですが、ただ一方で9割方中国人がね買っているんじゃないかっていうことが言われていて、実質中国専用ゲームじゃねえかっていうことなどが今指摘をされております。でまあこのゲームにつきましては、まあ、あまり日本では知名度もなく、で特に話題にもなっておりませんでしたので、まあそもそもこの動画で初めて知ったわ。待って、そんなゲームあるの？今知ったんだけどみたいな方が結構多いんじゃないかな。でまあ YouTube 上でもですね、公式から PV 等も公開されておりますので、もし気になる方はそちらを見ていただきたいんですが、黒神話悟空の Steam 版、プレイヤー数がなんと100万人突破、そして現時点で120万人突破といったところで、まあ歴代最高クラスとなっておりますね。まあこれだけ数字だけ見てみるととてつもないんですが、ちょっとなんかいびつな感じはするよなこのゲーム。まあ日本人受けがするかどうかわからないけど、まあ日本人の中でもやってる方一定数いるんじゃないかな。まあ最近はなんかこの手のゲームって多くなってきたよね。まあまさにファンタジーの世界みたいな感じではあるんですが、まあ一応面白いっちゃ面白いのかな。ちょっと絵柄がね若干そのグロテスクというか若干気持ち悪いところがあるので、結構その人を選びそうな感じがするけど、まあゲーム性のところについてはかなり面白いんじゃねっていうことが言われてます。ちなみにアクション性はとても強いですね。ただ難易度的にはそんなに難しくないので、アクションが苦手だぜっていう方にも結構ね受けがいいというか楽しめるような作品に仕上がっているのかなとは思いました。でまあ戦闘シーンに関してはこんな感じでしょうか。黒神話悟空、まあ興味ある方はね購入されてみてはどうでしょうかといったお話なんですが、まあ日本のね今流行ってるゲームと比べるとやっぱちょっとジャンルっていうかちょっとね見た目というかビジュアルのところが全然違うよね。いやーちょっと独特だよなこれ。なんかエルデンリングのパクリっぽいな内容がなさそう。反ポリコレの名手、すげー気になる、やってみたい、 PUBG すごくね、もう無理です勘弁してくださいポリコレさん、やっぱり中国の市場はでかすぎる、ドラゴンボールじゃねえかよ、なんだこの猿、中国の会社が制作なんだっけ、その時点で無理ではすまん。まあ様々なことが言われておりますが、まあ中国人の方はね、かなり購入されていて、で中国を中心にかなり話題となっているので、まあ例えばゲーム市場が大きいアメリカとかヨーロッパの方ではあまりプレイされておらず、で、なおかつ日本でもあまりプレイされておらず、知名度もないので、まあどうなんだろうね。まあ売れてる割にあまりね、認知されてないって感じでしょうか。まあそういったところで、ゲームオブザイヤー筆頭候補にね今名を連ねておりますけど、ただ一方で全然なんかね中国以外ではプレイされてないゲームなのに、なんかこのゲームがゲームオブザイヤーを取ってしまうのはなんかそれはそれでねちょっと何とも言えない気持ちにはなってしまいますよね。ただまあ現状はドラゴンズドグマ2とかファイナルファンタジー7リバースとか、まあ、ぶっちゃけねそれぐらいのソフトしか今ないので、
まあ、このまま行くと割とマジで黒神話悟空が取りかねないなと思いました。まあ、ドラクエ3リメイクがまだ控えておりますけど、アサクリシャドウズとか、で、アサクリシャドウズは炎上してるから多分ないかなと思っていて、で、ドラクエ3リメイクについては、まあ、ドラクエって多くの方がご存知かと思いますが、日本ではかなり知名度があって売れておりますが、世界目線ではね、実はそんなにね、売れてないゲームなんですよ。どちらかというと、ファイナルファンタジーの方が人気なので、まあ、それを考えると、まあ、ドラクエ3リメイク、仮に日本でバカ売れしたとしても、世界での知名度とか、まあ、そこまで売れてないっていう、まあ、売れない可能性が考えられるので、まあ、ゲームオブザイヤーは難しいんじゃないかな。だからまあ消去法的に黒神話悟空がゲームオブザイヤー受賞する可能性が極めて高くなってきましたが、まあ、ここについて皆さん何か思うことがございましたら、ぜひコメント欄でよろしくお願いいたします。まあとりあえずそういった状況なんですが、まあ、グラフィックはかなりいいですよね。まあこれにフロムとかカプコも見習いよみたいな意見が出ていたりとか、まあ人口が多い中国で売れてるゲーム、話題となってるゲームなので、まあ100万人ぐらいいてもおかしくないみたいな、むしろ普通じゃないかっていうことも言われていたりとか、まあ割とですね、まあ様々なゲームメディアが今この黒神話悟空を取り上げ出しておりますけど、ただどうなんだろう、まあバカ売れすることは間違いないし、下手するとこれ1000万本売れるタイトルになってくる可能性もあるのかな。まあこの数字っていうのはエルデンリング以上なので、サイバーパンク2077とか、まあそれを考えた時に相当すごいよね。シングルプレイ専用のゲームとしてはスチーム史上最大の人数か、とんでもねえな。けどやっぱり数字的な貢献度とかも考えると、まあゲームオブザイヤーなのかな、これは。どうでしょうか。黒神話悟空は、最勇気。こちらをテーマにしたアクション RPG となっておりまして、変身能力や如意棒などを伸ばして戦うバトルが特徴となっていると、ソウルライクのような部分もあるゲームではありますが、本作が発表されたのは2020年で、発表当時から注目を集めていたが、ついにリリースされた格好となると、その注目度から発売前にリリースされたベンチマークツールですら最大同時接続プレイヤー数が約8万5000人になっていた。 Steam ストア上のユーザーレビュー数は約8000件で 90% がサムズアップする非常に好評となっているなど、プレイヤー数だけでなくゲームの評判も良くなっている。 PC 版のメタスコアも82点と上々の様子だ。82点で上々なのかちょっとわからねえけど、個人的にはちょっとね、低い感じもするけどね。まあ、売れるゲームで比較的低く出やすいので、まあ、妥当っちゃ妥当な感じもしますが。IGN、US のレビューでは、8点を獲得。技術的な問題について指摘されているものの、バトルを中心に評価をされていると。また Steam のレビューを分析する非公式サイト、こちらにおいては本作は中国のユーザーが非常に多いと、でかつ中国本土で人気があることがわかる。業界ジャーナリストのダニエル・アフマドさんも、中国で天文学的なレベルの宣伝効果を達成したと X で指摘しており、国営のニュース放送でも取り上げられそうだ。すごいな。まあ、中国ってね、最近めちゃくちゃうるさくて、こういった文化とかゲームに対しても相当ね、ツッコミを入れてくるんですよ。ただ国営放送でも取り扱われるってどういうことや。とんでもねえな。まあゲーム性的に世界観的にはまあ万人受けしなさそうな感じがするけど、ただ中国人的にはまあドンピシャなゲームっていうことなんか。驚きの人気となっている黒神話悟空だが、約144万人という数字はSteam 版だけのものとなっているので、まあ、実際問題としましてはもっとね、同説は多くなっているんじゃないかっていうことが言われてます。だからまあ PS5 版のプレイヤーであったりとか、まあ、他にも様々なプレイヤーがねプラットフォームで出ていますので、下手するとこれ同説200万人超えてんじゃねっていうことも言われてますね。200万人はすごすぎるけどねはい、まあとりあえずそういった状況でございます。まあ、とてつもないね、記録を打ち立てた、この黒神話悟空ですが、皆さん、このゲームに対して、どういった印象を抱かれましたか？ぜひ、コメント欄で率直な感想をよろしくお願いいたします。
ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃあのー。